にちは、まなぶです。本日は僕の YouTube 動画を著作権フリーにします。こういったテーマでお話をしていきます。YouTube 側っていうのは多分ショート動画、短い動画、いわゆる切り抜き動画みたいな。そういったものを、今後盛り上げていきたいみたいな。多分 YouTube が TikTok をこう倒したいみたいな、そういうふうに思ったりしてるわけですね。で、内容として僕の動画を著作権フリーにしますですね。で、一応条件っていうのは3つあります。で、まず1つ目っていうのが勝手に切り抜きしてチャンネル運営して OK です。切り抜きチャンネル、学ぶの切り抜きみたいな、そういうのを運営しちゃって大丈夫です。で、2つ目、もう 100% 還元します。この場合は別に生活費も安いですし、別にいいかなっていう感じなので、切り抜きチャンネルとか運営してくださる皆さんにも 100% 還元です。で、続いて3つ目なんですけど、サムネのコピーだけここは NG でお願いします。で、最後に僕から伝えたいことだけ話して終わりにしようと思います。で、それ何かっていうと、一応今回の企画ってある意味でこれが挑戦する方のチャンスになると思うんですね。で、なんでかっていうと、僕自身がコンテンツとか素材っていうのは無料で提供するわけじゃないですか。言ってしまったら僕がイラスト屋みたいな感じですよ。僕の動画っていうのは皆さん勝手に使って切り抜きだったりをして、そこで自己表現をしていくだったりとか、チャンネル運営をしていく。で、多分なんですけど、僕が提供する素材っていうのはある程度その質の担保はされていると思います。なんでかっていうと、僕自身一応チャンネル登録50万人いますし、動画の再生数っていうのもある程度その、教育系とかビジネス系の、中で言ったらかなり上の方だと思います。だからこういった、チャンスとかこういった変化っていうのを活かしながら、皆さんそれぞれで、いろんな挑戦っていうか考え方を持ちながらやってほしいんですね。じゃあ自分のポートフォリオどうやって作ろう、自分の実績どうやって作ろうってなった時に、例えば僕のチャンネルとかっていうのを動画をうまく切り抜いていって、それを自分なりに編集して、それでアップするじゃないですか。で、アップしてそこで再生数を稼ぐことができたら、それって編集者さんのその方自身の実績にもなると思うんですね。だからそういった使い方もできます。で、あと3つ目ですね。これもすごい嬉しいんですけど、切り抜きチャンネルだったり、僕のそういった関連するチャンネルっていうのを伸ばしながら、伸ばした後にぜひ僕に事業提案とかしてほしいんですよね。ある程度その再生数稼げる人とか、そういったチャンネル運営できる方っていうのは、僕からしたらすごい優秀なパートナーっていう風に考えることはできるじゃないですか。そしたら僕はそういった方と一緒にビジネスをしていきたいので、もしよかったら、結果を出した後にですね、ぜひご連絡いただけたら嬉しいです。